この前友達がさ、会社辞めて自分の店を出すみたいな、だから自分の店を出すのはまあ男としてのさ、うん、まあなんかロマンみたいな感じで、ゼロからロマンをね、なんかゼロからロマンに走るってもかっこいいなと思って。でもなんか、うん、江戸川コナンみたいになってるかも。うわごめん、気をつけるわ。つかゼロからロマン詰まってんなぁ。つか江戸川コナン探偵さんみたいになってるか。ごめんごめんごめん。なってたかな。ごめん。なんか高校の時さ、うん、休みの日になんかみんなで遊ぼうみたいなって、うん、で初めてみんなの私服見るみたいな時があってんけど、うん、そしたらそのうちの一人の友達がスプレーがなんかわからんけどで、うっすら茶髪にしてきて、ちょっとだけ目見えてるなんかサングラスみたいな、僕の友達からジミガクトじゃんって言われとったな。ちびまる子ちゃんみたいな。なんかさ、後輩となんかコンビニ行くみたいになって、うん、でも俺全然買ってきますよみたいな、ありがとう、ちょっと頼むわって言ってなんか行ってきたけど、結構20分ぐらい帰ってこなくて、ピークみたいな駅近かったからみたいなね、遅くなっちゃってて、でもすいません、ちょっとあのコンビニのラッシュですって言ってたら、コンビニのラッシュですってです、うん、金色のワシベルみたいな、うん、え、あ、分かってない、あ、この前さ、友達の子供になんかプレゼントで本みたいなの買ってってあげたら、俺が読んで読んでみたいなのがあったから、俺がその場で音読したんだけど、孫悟空みたいな。はいよ、孫悟空。じゃあその子自分では読んどらんってこと、読んどらんってこと、読んどらん、孫悟飯みたいな、孫悟飯みたいなって。ああ、そうか。この前なんか友達とさ、ボーリングしに行こうってなってんけど、なんか駅からちょっと遠くてさ、うん、バスの時間もちょっと中途半端で、すぐやし歩こうって言って歩いて行ってんの。すぐやし歩こうって。すぐやし歩こうって言ってな。渦巻きなるとみたいな。渦巻きなるとみたいな。わ。じゃあバスを待つはせんかったってこと？春の桜みたいな。ああ。せんかった。おお。おお。おこの前さ、友達とカラオケ行ったらさ、うん、めちゃくちゃ歌うまくて、そうなんかグループの曲を、まあ、一人で歌ってたんだけど、これもうアイドル並みのソロやんと思って。海賊狩りのソロみたいな。海賊狩りのソロみたいな。綺麗に見がねえ、ねえ、俺も負けじとムキになっちゃって。ムキになっちゃって、あルフィみたいな。ムキそれは弱い。プロ並みやったよ。プロ並み、プロ並みやった。お手並み拝見ですねって言ったりなんかして、言ったりなんかして、あもう並みって言って。その話がそっぺじゃないといいけど。言ってるだけ。その話がそっぺじゃないといいけどな。お前がチョップ。チョップ。ほらお前、ほらお前、しょうもない、しょうもない人たち。ちょっとか、キモボビン。キモボビンとかも。とかもね。とかも。とかもね。とかもどうぞ。もう3時？違う違う。昨日競馬で負けちゃって、バカ並みのギャンブルやったな。あ、くがみのちゃいます。ナミが邪魔した。ナミがね。スモモダイブとかも。何？スモモダイブ。クロコダイブ。スモモダイブがないやん。スモモダイブがないやん。なんか友達でさ、すぐ矢島するみたいな。めっちゃ事件大好き系なやつ。事件大好き。事件大好きなやつ。大好き。大好き。なんかちょっと後ろごちゃごちゃになって、次元大好きに聞こえる。不安なんぜ。すごい。お前も不安なんぜ。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 いや。カウント早い。まあ一応。何一応。道端ポケモンとか。ポケモン。近くへもんね。一番でコケモンコケモン。
一応ね、うん、一応ってなった一応か友達のモッツァン元気かな喋り方も買ったよモッツァン元気かなモッツァンとかやっていいんだったらなるけどねこの前なんか舞台みたいなの言ったんだけどさ、うん、場面転換みたいな時に、うん、黒子みたいな人がバーサーって出てきて、うん、なんか物音サーってなんかいない感じでやるみたいなすごい早くて、うん、黒子スキルフルやなと思ってすごいねと思っていや、クロロルシルフルみたいになってクロコスキルフルクロコスキルフルって思ったんや思ったよ密かにねおい嫉妬しちゃった悔しかーと思ってあー、クラッカーまあでもあんまね、クロコの人も急いだらね、うん、なんかまあゴーンってぶつけるつけてほしいからねそんな、あるか冗談はマチマチにしなさいよなんでマチなんでマチそれいるこれこれなんでこれいるこれなんかちょっとこの前入り用でさお金がないなみたいなんて他に相談したらさお年玉昔から貯めてたやつまだ手つけてないよみたいなおいーあるよみたいなおいーあっつと思ってここでなんか親戚の貯金が生きてきたなと思って、うん、まあ進撃の巨人、うん、まあ進撃の巨人、まあまあまあ、から他力の保身やっちゃってるなと思ったけど車力の巨人車力の巨人車力の巨人ごめんなんか腫れてきちゃってなんか出てきて脂肪腫が死亡種かあうん、気候種みたいなあそれ気候種みたいな俺結構なんかアイドルとかのなんか写真の、うんまあ、ポーズマニアやからポーズマニアだウォールマニア読んだことない読んだことないっていうかね読んだことないっていうかね親戚の貯金の話だもんあ死亡の塊がなそうそうそうすごいすごいお地蔵さんのさ、うん、トレーニングしてくれてる人とこの前こっそり会ってもう一回言ってもらっていいお地蔵さんのトレーニングを俺にしてくれてる人とこれはこっそりやって、まあ、それはいいんだけどお地蔵さんのトレーニング、うん、それがなんか3日地蔵コーチやったなっていう3日地蔵コーチ3日地蔵コーチうん立体起動装置巨人と戦う時にね説明してるんだよ飛ぶよやつって飛んでるやつかあ地蔵のあ、そうか。あ、ごめんごめんなんかややこしくなっちゃったよな中華料理屋みたいな働いてる時に一人新人でなんか悪いやつじゃないけどもその仕事遅いやつがおってあ、まあ、マジでそのチンタラやんなよと思ってチンタラやんなよチンタラやんなよと思ってマジこいつチンタラやんなよだわリンタマランタラでもなんかさ中国はさちょっとなんか置いて帰るのがさ、うん、食べきらずに帰るのがいいみたいな、うん、お残しは許せんけど遅れたからね、結局そのお客さん冷えた発泡性でした普通にあ松岡修造がさ、うん、そのテニスの選手やったらもともと海外でスマッシュアジアンって呼ばれとったらしいで、うんうん、スマッシュアジアン、うん、それでもめっちゃスマッシュ決めるから、うん、スマッシュアジアンガールって呼ばれとったらしいまあブラックマジシャンみたいになってるななってるすごい勇気やなお前すごい勇気すごい勇気すごい勇気ちょっともう一人の僕に聞いてみようかな聞いてみようかな、いっぱい階段あるところでね普通にやなんかその体型が可愛い子が俺好きだから、うん、マスリーサイズホワイトドラゴンホワイトドラゴンって言った普通にホワイトドラゴンって言った今日のうちはこんぐらいにしたそれホンダそれホンダお前なんか学校のさ半気味みたいなやつでさ一人で残っちゃって最後にこんな公開処刑やんと思ってさ恥ずかしくてさ、うん、それなんか処刑で残飯じゃんみたいななったわ処刑で残飯じゃん処刑で残飯じゃんそれいけアンパンマンみたいな処刑で残飯その時竹内はもうマジプンプンやったんや。食べる。話せばマジ、うん、その仲良くなれると思ったんだけど。話せばマジ。やらず高志。この前なんか変、そんで変なおじさんおってめっちゃ殴ってジャブおじさん。
ジャボジさんがね、ジャボジさん来たからシンプルにジャボジさん、ジャボジさん一番怖かったな、アパコさんみたいな